トラバント、トラバントは、ドイツ民主共和国、東ドイツの社が生産していた小型乗用車である、トラビの愛称で親しまれた。名称はドイツ語で、衛星、仲間、随伴者などを意味する語。1957年に打ち上げに成功した、ソ連の人工衛星、スプートニク1号を称賛して命名された。 1958年から1991年までの長期にわたって大規模なモデルチェンジは行われないまま生産されたが、大まかには1958年から1964年の P50P60 と1964年以降の P601 に分けられる。1990年のベルリンの壁崩壊の直後からは最新式のフォルクスワーゲンゴルフや オペル・アストラなどの西ドイツ製の車と古色創然としたトラバントが同じ通りで肩を並べて走るようになり、双方のドライバーとそれらを見比べたものに強烈なカルチャーショックを与えた。それまで移動の自由を束縛されていた東側諸国の人々がトラバントに乗って国境検問所を続々と超える光景は東欧における共産主義体制終焉の一つの象徴的シーンとも なった共産主義政権時代、東ドイツでは膨大なバックオーダーを抱えていたが、一般国民が他に入手できる大衆車が実質存在せず、一方で、生産工場には需要に見合った適正な生産能力がないという閉鎖性と停滞の繁栄に過ぎず、東ドイツの体制をも物語る歴史的なモニュメントとも言える自動車であった。走行性能、安全性、 環境性能が数十年前の水準ということもあって、旧東ドイツ地域及び周辺諸国においては急激に淘汰されている。ドイツ国内においても排ガス規制が強化されたことで2008年1月からはベルリンなどの市街地では歴史文化財として特別に許可を得た車両以外は走行できなくなっている。しかし、 それ以降もドイツ人の旧車に対する視線の変化のためか、ベルリンでもこの特別許可を得て走行を続けるトラバントが増加してきているという。2010年11月現在、トラバントの特別許可取得台数はフォルクスワーゲンビートルの約5万台に次ぐ約3万台。愛嬌のある外見と誰でも修理が可能な単純さが人気の秘訣だという。 ボール紙のボディの車と言われることがあるが、これは東ドイツ末期に製造品質が下がって、表面の質感がボール紙のように見えたことから、西側が仕上げ品質の低さを揶揄した表現であり、実際は長いモデルライフを通じボディの基本材料は、面の繊維を使った繊維強化プラスチックである。ただし、末期は、 レーガン政権下のドルルーブルの為替レート操作による共産権の財政化のため製造コスト低減を図って実際に紙パルプと羊毛で代用していた。メーカーは東ドイツ時代にカールイコールマルクスイコールしタット県現在のザクセン州にあったツビッカウに所在した東ドイツ国営企業のベブザクセンリンクである第二次世界大戦前のドイツを代表する 民族系自動車メーカーアウトウニオンの旧工場のうち高級車ホルヒの生産拠点で第二次世界大戦後東ドイツ地域に含まれたスビッカウ工場がその前身であったアウトウニオンはもともとドイツの民族系自動車メーカー4社が外資対抗のため1932年に大合同して成立したメーカーであるオートバイ及び廉価な大衆車を DKW 上級小型車をバンダラー、中型車をアウディ、大型高級車をホルヒという形で分担した。このうち1904年創業の DKW は、第一次世界大戦後に自転車補助動力用の2、ストロークエンジンを開発して、以来、1920年代にはオートバイメーカーとして、急成長、1928年からはに、 ストロークエンジン搭載の小型乗用車生産にも進出してアウトオニオン結成の中核ともなった企業である。DKW は1931年に大衆車としては史上初の量産型前輪駆動車である零零 CC 車 DKW 回一を発表以来前輪駆動方式を得意とし同じアウトオニオン系のアウディにも前輪駆動を導入するなどの進歩性を見せていた。 米部、ーブ、ザクセンリンクは、ホルヒ工場を引き継いだ1949年以来、戦前型 DKW の同型車及び、第二次大戦直前の試作車であった DKW 海級をベースにした 800cc クラスの2ストローク全輪駆動車を製造ていた。しかし1956年以降、このクラスのモデルについては、BMW アイゼナハ工場の後ろ身である。 アイゼナハー元ウレンベルクが生産することになり、1957年にモデルチェンジでアイゼナハから3気筒0 0 CC 社のバルトブルクが登場した。ザクセンリインクはより小型のモデルを担当することになり、戦前の DKWK ベーシックカーのリバイバルとも言うべきクラスのトラバントを開発することになった。全長3.5メートル。 車幅1.5メートルのコンパクトなサイズである。定員は4名。エンジンは直列に気筒にストロークの空冷エンジン横置き配置で前輪駆動方式であった。四輪自動車のエンジン横置き配置は2気筒クラスでは珍しいことではなく、1931年の DKW 回1からしてに気筒横置きエンジンである。一般に横置きエンジンの最小とされる。 イギリスのミニ、1959年、アレック・イジュボニス設計は、長い4気筒エンジンを横置きにしたことに意義があった。ブレーキは、全機関を通して4輪、ドラムブレーキであったが、明らかに、性能不足であった。ラダーフレーム上に別体のボディを乗せる、古典的構造で、大きな強度を必要としないことから、ボディの一部は f r p で作られていた。このため軽量に仕上がり、 車重は6 0 0ラム強に過ぎない。東ドイツで物資が不足するようになると、ボディ材料のセニーが、ボール神様となり、末期には粗悪な製品となっていた。ニドアサンボックスのリムジーネ、セダンボディのほか、ユニバーサル、ステーションワゴン系もあった。1964年以前の P50、P60 は、丸みの強いボディで、フロントグリルがなかったが、 1964年以降の P601 は、やや直線化されて、屋根が浅くなり、フロントグリルも設けられた。全消灯の上下切り替えスイッチは、明かり体の真下にあり、切り替え操作は、一旦降りて行う必要があった。クランクケース圧縮式にストローク空冷直列に、気筒エンジン。初期型 P50、1958年から1962年。 では 500cc、その排気量拡大型 P60、1962年から1964年では 600cc となり、ボディ周りなどをマイナーチェンジした1964年以降の P601 でもこれが踏襲された。P601 のエンジンスペックは 594cc、最大出力 23hp、3800rpm。 人十六 h p 四千二百 r p m というデータもある。最大トルク五点五 k g m 三千 r p m で九百七十年代の日本の軽自動車にやや劣る程度の内容である。交渉最高速度は p 六百一の場合で九十五時速百五キロメートルと言われる。到底連続走行できるようなものではなかったが、四人乗せて、 時速八十キロメートル以上のスピードは出た。ただし、加速時間は相応なものが必要である。なお、p 六百一の生産期間後期、九百七十年代以降は、西側先進諸国において、環境対策のため、自動車の排気ガス浄化が法制化されるようになった。だが、同時期の東ドイツにおいては、自動車の排気ガス浄化施策はなおざりで、トラバントや、 バルトブルクの2ストロークエンジンにも根本対策はなされず、東側諸国の大気汚染問題を拡大する一因となった。古典的にストローク期間の例に漏れず、エンジンオイルをガソリンに混合給油する方式である。24リットルの燃料タンクはボンネット内のダッシュボード前方に置かれていた。これは九百三十年代以前の小型自動車に多く見られた配置で、 給油に際して、ボンネットフードを開く必要があるのもようである。タンクは、途半、後半走行であってもエンジンより高い位置にあるため、燃料供給は重力による自然流下で、燃料ポンプは不要であった。このレイアウトは簡潔ではあるが、エンジンと燃料タンクが近接する構造は、正面衝突時やエンジンの異常加熱時に、 発火する恐れがあり、安全性の面では極めて不利である。燃料系は付いていないので、4サイクル車におけるエンジンオイルのように給油口から棒を入れて、残量を確認したり、燃料を入れた際のトリップメーターの数値を覚えて、日頃の燃料消費率を考案し次回給油時期を推測する必要があった。ギアボックスはコンスタントメッシュ、常時噛み合い式の四足型であるが、 ノンシンクロメッシュであり、スムーズな変速にはダブルクラッチが必要であった。1970年代以降はほとんど採用例がない古典的変速機であった。シフトレバーはコラムシフトであった。1930年代に大型のアメリカ車から普及し始めたコラムシフトは、1950年代にはヨーロッパでもブームとなり、小型車での採用も珍しくなくなっていた。 トラバントもその流れに乗ったと言える。狭い車内幅を有効に使う一策として、コラムシフト採用には、それなりの意味があった。しかし、1960年代後半以降の西側自動車界では、シフトレバー位置はコラムからフロアタイプに回帰するようになった。それでもトラバントは最後まで、コラムシフトを堅持し続けた。前後とも横置きリーフスプリングで釣られた独立喧嘩。 フロントは、ウィッシュボーン、リアは、トレーディングアームとトランスバースリンク支持。独立喧嘩としては、旧式な設計である。トラバントは1958年の登場時点では、一見、さほど自流に遅れた自動車ではなかった。当時の製毒では、メッサーシミット KR200 や BMW イセッタ等のマイクロカーが生産されており、全リンク駆動のサンボックスボディを持つにストローク600。 CC 級ミニカーというディメンションは同時期の西側諸国にも参見された。しかし、トラバントの基本構成は1930年代の DKW と大差ないもので大きな進歩を遂げたとは言い難かった。また FRP など複合材料による車体構築は戦前の DKW におけるプラスチックボディでの軽量化の試みを引き継いだものであったが、 ラダーフレームと FRP ボディの組み合わせは、鉄物コックボディに比して強度や衝突安全性に劣り、生産性も低く、大量生産される大衆車には適さなかった。西側諸国での自動車ボディ全体への FRP 活用例は、極限まで軽量化を追求する必要のある、レーシングカーなど特殊な限定生産者がほとんどある。 これらトラバントの問題点は早期に明らかになっていたはずであるが社会主義体制下の計画経済においてはこれを再検証し抜本的改良を加えるまでに至らなかった。P60K から P601K へのモデルチェンジも当時流行のイタリアンデザイン風に屋根を薄くリデザインするなどの表面的な手直しでしかなかった。競合メーカーのない体制では一度完成された。 設計を、あえて積極的に変更する必要がなかったのである。なお、ベブ、ザクセンリンクが、モデルチェンジをする気がなかったわけではない。バルトブルクを製造していたアイゼナハーもトーレンベルクや、チェコスロバキアのシコだと、共同で、モデルチェンジする計画が何度か立てられたが、試作品止まりか、社会主義統一等の命令による、中止等で実現しなかったのである。 同時代の西側諸国では安全、環境規制の厳格化や企業間競争、技術革新によって小型大衆者は年々改良され、超速の進歩を遂げたが、トラバントはそのような進歩とは無縁なままに時代から離残された状態で生産続行され、ついには社会主義体制の硬直性の象徴とも言うべき存在となってしまった。このような代物でも、 東ドイツの庶民にとっては贅沢品である上に、注文から納車までには、途方もない年月がかかった。1989年4月の段階で620万台の受注があったが、当時東ドイツ国内での生産台数は年間15万台。ちなみに当時西ドイツの年間の自動車、製造台数は398万台しかなかった。東ドイツ政府は、自動車が、 国家の発展と社会の豊かさを国民が実感する他に必要なものだという認識を持っていたが、積極的に製造し国内に普及させようとはしなかったのである。その理由としては、トラバントを他の共産権諸国への輸出品としていたこと、余剰を生まず消費への欲望を抑えて、経済的平等を目指す社会主義のイデオロギー上、贅沢品である自動車を普及させることよりも、 日用品の流通に力を入れていたこと、シュタージに代表される国民監視体制を敷いていた東ドイツ政府が自動車によって個人が移動の自由を得ることを嫌っていたことが挙げられている。このような状態であったために10から12年待ちが当たり前ですらあった。そのため、買う予定はないが、とりあえず注文をするということも普通に行われており、それが 実需以上に注文数を膨張させることとなった。注文してから実際に購入するまでの期間があまりに長いためにすぐ手に入る中古車の方が新車よりも高値で取引されていた。なお、東西自由化後に行われた最後のモデルチェンジでは旧東側の生産体制、つまり雇用体制を確保することからフォルクスワーン製エンジンを搭載した西側対応モデル。 トラバント1.1が発表された。このモデルには、カブリオレ仕様やカーステレオのオプションなど、旧来の東側の体制では考えられなかったような豪華装備バージョンも登場、主に話のネタのために西側の住人が購入したという、最後まで冷戦を象徴する存在であった。東西融合の象徴的な車であったことから、1990年前後には、 日本でも輸入を試みるショップが存在したが、排出ガス規制をクリアできず断念したようである。排気温度の低いエンジンの排ガス対策が困難であったとの記述が多く残っているが、ニストエンジン用の触媒をヒーターで加熱することで対応可能であった。最大の要因は、エンジン直上に搭載される燃料タンクが衝突や不食時の安全を欠くためだったという。なお、 日本にも複数台が輸入されているが行動を走行可能なナンバー取得に至った車両はないとれる。この車を題材にした Go トラビ v y というコメディ映画が1991年に制作され、翌年には続編も作られた。ヨーロッパでは統一ドイツのみならず21世紀初頭になって人気を博している。わざわざ程度の良い中古車を調達し、レーシングカーや ラリー仕様に改造するマニアまでいる。実際に過去には、プライベータ参戦ながらも P601 において、ラリーモンテカルロにグループ A のクラス 5A エントリーし、完走している。近年では徹底したチューニングを施したトラバントで、旧東独製自動車最高速度記録の時速 235km を樹立したものまで現れている。トラバント P800RS とは、 トラバント P601 をベースに開発されたラリー専用車両である。RS はラリースポートの略である。1986年から1988年にかけて3台のみが製造された。エンジンは P601 の2ストローク機関をベースに 771cc までボアアップされたものが使用された。このエンジンはノーマルの約 19kW に対して 倍以上高出力の4 8ットを発揮した。WRC での活躍では、1986年から1989年、スポット参戦ではあるものの1000コラリーへ、グループ A に3大体制でエントリー。競合各社のホットモデルが参戦している、中ポイント圏内に入ることは、某なかったものの、86年は、乾燥2台、87.88年乾燥1台。 89年は、クラス0で2.34位と 1000cc 以下のクラス0、自体、出走者は少なかったものの検討している。トラバント1.1は、東西ドイツ統一後の1990年5月より、発売されたトラバントシリーズ最後の市販車両である。ある意味では、ベブ、ザクセンリインクの雇用維持の目的のためだけに、製造されたモデルともことるが、その内実は、 かなりの近代化改修が施されていた。エンジンは、フォルクスワーゲンポロの直列4機搭載 JC1100、c c 3 1ットの4ストロークエンジンに換装され、燃料タンクの位置も車体の右後方に変更された。また、グリルやバンパーもプラスチック製の近代的なものに変更された。エンジンと並ぶ最大の改良点は、従来のエンジンに比べて劇的に、 重量、出力ともに向上したフォルクスワーゲンエンジンの出力を受け止めるためにフロントブレーキにはディスクブレーキが採用され全車軸のサスペンションもコイルスプリングに変更されている点であろう。内装、電装系も大幅に近代化が施されたが皮肉なことにこの車両は旧東ドイツ市民にとってはあまりにも車両価格が高価になりすぎた18,600 マルク上、ベルリンの壁崩壊後西ドイツの中古車が大量に東ドイツに流入しており、それに比べてブランドイメージ、性能、値段が劣るトラバント1.1は東ドイツ市民にも全く受け入れられなかった。また、西ドイツ市民にとってはこれでも、旧体以前は隠しきれないほどの設計の古さも相まって、1年の間にセダンステーションワゴンジープタップ、 ピックアップ各方約4万台を製造したのを最後にトラバントシリーズ33年の歴史に幕を下ろした。2007年にトラバント生産開始50年を記念してドイツの大手模型メーカーのヘルパがトラバントの名称の権利を購入して新型による復活計画を発表した。同年9月第62回フランクフルトモーターショーでヘルパはコンセプトカーである。 ニュートロビーミニチュアモデルを展示。居住性工場のため室内が延長されて4ドアとなり、トランクは逆に P601 より短くなった。当時は BMW のエンジンを搭載する計画だった。新しいトラバント NT のモデルは2009年のフランクフルトモーターショーで公開された。また、ルーフにはソーラーパネルを搭載するほか、車内にはカーナビや 携帯電話、携帯型デジタル音楽プレイヤー、iPod の接続端子も標準装備するなど、その内蔵機能の豊富さも話題となった。2009年9月のイヤーで、NT というモデル名で公開された。リチウムイオン電池で駆動する 45kW の誘導モーターを搭載する電気自動車となり、ドアは再び2枚に戻った。航続距離は100マイル。 約 180km、最高速度は 80mph、約時速 128km に達する。トラバント NT 共同事業体には、ヘルパー、ドイツの自動車部品専門メーカーのインティカーとドイツの自動車技術企業のヤブが参加する。事業体は投資、設計、生産をトラバントの拠点である、ツビカオで実施、2012年に販売する予定だった。 ヘルパが中心となっている開発元では2012年までの市場投入を目指して出資者を募り、生産に至った場合は2万9000ドル前後、1万9600ユーロでの販売を予定している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。